ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊川さん。はい。また今回も3連戦を振り返るの時間ですが。はい、そうだね。はい。はい、ここに上がってきましたな。そうそうそう。上がってきたっていうのは、うん、最下位のチーム。そういうことですね。うん、誰かの状態がとかそういうことじゃなくて。まあ、そうそう。まあ阪神と日本ハム。うん、まあセリーグの方は阪神が DeNA に 2.5 ゲーム差っていうふうに詰まってきたということ、はい、で日本ハムはロッテに1ゲームというふうに詰まったという、なんといういつの間にかという感じでしょうか。そうだね、はい、だからまあそれだけ頑張ってきたっていうことだけどもね、うん、はい、まあということで、はい、まあ、まずはセリーグから、はい、ね、振り返りたいと思いますが、はい、これは赤い枠がある方が勝ち越したチームで、はい、そのチームに対しての勝敗が書いてあります、ね、そうです。巨人2勝1敗、ヤクルト1勝1分け、はい、阪神が2勝、はい、ということですね、はい、でまあ、巨人はね、まあ、非常に状態が悪かったんだけども、そうでしたよね、うん、やっぱり怪我人続出でね、うん、で思い通りにいかないし、うん、っていうことだったんだよね。で、はい、投手陣も崩壊をし始めてたというところだったんだけども、はい、まあここで救世主が現れたね。はい、この、まあ、この2勝の救世主でしょうか。そう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 、はい、だからこの2勝の中に、うん、まあ、中田のツーラン、はい、満塁ホームラン、うん、っていう風な形でね、まあ非常にいい時期に上げて、うん、まあ、中田がいい時期に、打ったというね、はい、まあそういうところなんだけども、はい、まあ1戦目は戸郷がしっかり投げて、うん、まあ大勢が抑えるという、はい、で大勢もその前のカードっていうのはやられてたんだけど、そうでしたね、まあだけどしっかりね、うん、抑えることができて、うん、まあちょっと一安心かなっていう、うん、ただ2戦目の勝ちはしたけど、うん、シューメーカーが4失点ということで、うん、はい、まあ、ちょっと日本のバッターたちが慣れてきたのと攻略法をちょっとつかまれたかなっていう感じがするんだよね、うん、はい、で絶対的なボールがあるわけじゃないから、はい、非常にちょっと不安な材料は、これはどのように対策をしていけばいいんでしょうかね、うん、まずね、やっぱりランナーに出ると走られるというね、あ、まあ、一つの欠点があるよね。うん、だからその対峙して打たれる打たれないっていうのは別としても、うん、はい、塁に出た時にやっぱ攻略のしやすいピッチャーに、分類するとなっているということ。なるほど、だからまあそこら辺がちょっと巨人は困ってると思うよね。うん、まあ、だけどよくこの中日に対して勝ち越したと思うよ。うん、3戦とも負けゲームだったと思うんだけど、うん、それはやっぱり中田のツーランだとか、はい、中田の満塁ホームラン、まあこういうことで非常に救われたよね。うん、うん、まあ中田も申告敬遠とかいろいろ目の前でされて、うん、まあバントも決めたりとか ね、 そうですね、人生初のっていうかプロ入り初のバントを決めたりだとかさ、はい、だからまあ必死な戦い方をしてたよね、巨人はね、うん、だから勝利が転がり込んだと思うし、うん、でそういうサインに対してやっぱそういう成功を見せたりだとかすることによって勝利をもぎ取ったというね、うん、まあ、そういう巨人は3連戦だったよね、はい、はい、ということはこの勝敗を見るだけではなく、うん、ちょっとゲームの内容というところだと、うん、まあそんなこう安心できるっていうことではないですかね。いや、勝ったからだってまだ不安定、ね、ものすごく不安定、うん、不安定が出たのがやっぱ高橋優希が出て、うん、もう序盤から点を取られね、もうそのまま負けてしまうという、うん、で相手が柳だったという非常に安定しているピッチャーだから、はい、まあ、それは攻略できなかったというね、うん、ことだったんだけども、はい、まあよくもう最悪のチーム状態の中でよく認証したというふうにやっぱ思うよね、うん、そうですね、うん、まあ、この辺はなんかこう原監督の執念というか、うん、まあ、そういうことが伺い知れた、うん、まあ、この3連戦だと。で中日の方は、はい、やっぱ課題がバンテリンドームでの防御率と他球場での防御率があまりにもちょっと違うということでね、それはね以前から平川さん動画でもお話ししてますが、だから本当は中日は巨人に対して3連勝できるようなゲームを作ってたんだよね、うん、まあ、だけどその中継ぎ陣が、まあ、その中田にやられるというような形になったんだけどもね、うん、はい、ただまあ、1戦目の大野フラフラしながらもゲームは作ってたけどね、はい、やっぱ大野で負けるときついね、うん、うん、まあ、中継ぎがこう打たれたらダメだったんだけどもね、はい、で
この中でも、まあ、ビシエド、はい、高橋周平、マルティネス、うん、まあ、こういったことが、なんていうの、うん、当たってきてるだけに点は取れるようになってきてるんだよね、うんうん、ただ噛み合わせが悪かったのが、うん、まあ、祖父江とか勝ちパターンのピッチャーがちょっと打ち込まれて、うん、負けた、逆転されたというところが、まあ、ちょっとなんていうのかな、残念というかね、ちぐはぐだったね、うん、ただ柳が、うん、まあ、一つ勝ったんだけどさ、はい、巨人に対して非常に分が悪かったのね、うん、だけどそれを払拭するような投球ができたということは、うん、まあ、今後後半に向かってね、また巨人とは対戦するときに、まあ良かったかなという、うん、なるほど、ことだけは残したよね、はい、うん、ただやっぱこう大島が抜け、ね、石川が抜けって、まあ、ここも非常に中日も苦しい時期なんだけどもさ、はい、やっぱ根尾を使ったら、うん、昨日でもヒットをね、マルチ打ってるし、だから非常に成長の後も見れるしね、はい、だから、まあ、マルティネス、ビシエド、高橋周平とか、まあ、そういうバッターたちが触れてきてるんで、まあ、点は取れるようにはなってきたな、うん、はい、だから今後楽しみだ。なるほど、はい、じゃあここのね、先ほども言いましたけど内容がどうこうっていうことはそんなにこう負け越しましたが、うん、中日は心配はまあ今のところはね、ただもったいなかったというね、そういうことですね、だからこういう試合はあまり作らないようにしないとダメだよねっていうような話だよね、まあ、内容がどうであれ勝ちと負けはこういうふうに出てしまいますからね、そうだね、はい、はいはい、広島とヤクルト、うん、で広島森下が、うん、投げた試合はやっぱ勝たないといけないよね。うーん、でターリーが、はい、まあ、村上に打たれて負けるような形になったんだけど、うん、やっぱ中継ぎがちょっと心配だっていう話は以前からしてて、そうですね、まあ、それでまあ、ターリーがポイントになるんじゃないかっていう、そのターリーを、うん、が打たれたという、うん、まあ、ここら辺がちょっと不安材料が残ったけども、はい、でもこのいっぱい、いや、一分けした試合では村上に対してやり返してるんだよね、はい、だからまあターリーはね一回やられたけども、まあまあ中継ぎの軸になっていくかなっていうふうには思うよね、うん、はい、じゃあちょっとね、その言ってましたもんね、ターリー投手はちょっとここの中継ぎには救世主になるんじゃないかっていう話があったのは、ね、まあそのまま、うん、まあ、なってくれないと困る、一回やられたけどね、はいはい、ただバッティングの方、うん、小園さ、坂倉とかはすごくいいんだけどさ、うん、はい、1番から3番ね、はい、まあ西川だとか、うん、菊池だとか、まあ1番バッターはいろいろ日替わりで使うんだけど、はい、まあ堂林とかもね使ってるんだけど、うん、3戦して1本しかヒットがないんだよね、うん、その1,2,3 番の中で、だからなんていうの、坂倉とか小園とか良くなってきてるだけに、はい、うん、1,2,3 番が塁に出てたら、まあ、こういう勝敗には俺はならなかったと思うんだよね、負け越すようなことは なかったと思うんだけど、はい、まあ、その中で田中康介、うん、まあ、昨日の試合で3回、はい、まあ、途中から出場したんだけど、はい、3回打席に立って3度ともチャンスだったんだよね、はい、その中での3三振、うん、これが響いたね、ここに、うん、なるほど、1本出とけばさ、多分広島が勝ったと思うんだけど、はい、だけどその打てなかった、うんうん、それを許さないヤクルトっていうのもすごいよね、うん、うん、そうですね、で一回ね俺動画でなんか、うん、ヤクルトの中継ぎ陣が心配だっていうふうに言ったんだよね、はい、それが、ね、それがなんかこう俺の言い方がちょっとまずかったのかわからないけども、コメントちょっといろいろいただきましたよね、うん、いやよく頑張ってんだよ、すごく頑張ってんだけど、はい、もう一枚ぐらいだから去年まで清水がいたから、はい、清水が離脱してるから、うん、ちょっとそこら辺が心配なんだよね、うん、でも今野だとか、うん、そういう人間っていうのはすごく頑張ってるしね、うん、だからこのままいけばいいなっていうふうには思ってる、はい、はい、で塩見は先発から外れて、うん、やっぱこうなんていうの、1番とかがやっぱちょっと不安定の中、うん、やっぱ山田村上という主力がホームランをやっぱ勝ち試合にしてるよね、はい、だからまあそこら辺がやっぱヤクルトの、まあ、強さかなっていうふうに思うし、うん、コールが、非常にいい働きをする、うん、新しい新外国人で、はい、昨日でもさ、うん、木澤が作った満塁を、はい、満塁のピンチを、うん、
抑えたんだよね、うん、で次に打ってくれれば勝ち投手にはなれたんだけどもさ、なんていうのかな、まあでもコールというのも非常に幅を広げるというか、うん、厚みを増すというかね、中継ぎの投手の中でね、うん、はい、で木澤と石山が失点してるだけ、はい、中継ぎ陣とか、うんうん、他のピッチャー田口だとか今野だとかそういうピッチャーというのはもう全部ゼロで抑えてんだよね、うん、だからすごく頑張ってる、うんうん、だからあとはやっぱ塩見の怪我っていうのが非常に大きいかなっていうね。そうですね、うん、まあ代打には出てこれたから、うん、だからまあ大したことはないとは思うけども、はい、まあ長引かないようにしとかないと、うん、やっぱ一番ありきのやっぱ打線だと思うからね、はい、早い復帰を望みます。はい、はい、で DeNA、はい、で DeNA はね、まあ、上茶谷と東が、うん、先発したんだよね、はい、で上茶谷ってなんか偏るね、ヤクルト戦にはすごく好投するんだけど、うん、他のチームに対してはやっぱダメだね。なんでしょうかそれは。なんかまあ相性的なものもあるのか、うん、それとも何かを掴まれてるの か、うん、だからいい球投げてんだけど、はい、やっぱ簡単に打たれるというさ、うん、まあ、そういうところがある。で東っていうのがさ、0勝5敗、はい、で開幕投手を務めて、うん、まだ勝ち星がなしという、うん、でやっぱ開幕投手っていうのはその年そのピッチャーを中心に回すよっていう、うん、そういう証明だからか、証明だからさ開幕投手ってね、はいはい、ここら辺がやっぱ勝ってこないと、うん、やっぱ DeNA は乗ってこれないよね。そうですよね、そこを中心にピッチャー陣も組んでいくでしょうし、そうそうそう、チームの流れというか、うん、それも作っていこうというところでですもんね。そうだね、まあ、それと昨日のゲームでもね、伊勢と山崎がこれ勝ちパターンの投手なんだけど、はい、大量点で負けてんのに投げさせてるんだよね、うん、はい、でまあ、これは登板機会に恵まれないっていうことからの処置だと思うんだけども、はい、だけどそういうことやってると、うん、やっぱこれからどん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 気温が上がっていってね、うん、やっぱ疲れるよやっぱ。で気持ちも乗らないだろうしね、うん、で山崎康明が失点1してるんだよね、うん、伊勢は抑えたけど、うん、でそういう悪いイメージはあんまりつけさせたくないよね、うん、だからそういう意味ではその使い方だとか、うん、まあ、そういうこともちょっと考えた方がいいかなっていうことは言える、うん、でもこう登板機会をっていうことよりは、うん、本来そのピッチャーが出てくるであろう役割のところで使うのを待ってる方が、まあそうだね、いいということですかね。だからまあ、うん、ゲーム感がなくなるとかさ、うん、肩が軽くなりすぎるとかさ、うん、いろいろあるかもわからないけど、うん、ピッチャー出身じゃないからね、まあ、そこら辺はよくわからないけども、俺はこれからどんどん投げなきゃいけないピッチャーだというふうに、うん、DeNA が上がっていくためにはね、うん、そう考えてるから、うん、少しでも登板数を減らしといた方が俺は夏場勝負だと思ってるから、うん、その方がいいのかなっていうふうには思うよね。なるほど、うん、だからまあ分かるよ三浦監督のね話もね、うん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 、はい、で宮崎が、はい、復帰した、うん、で1本ヒット打ったかな、はい、まあ宮崎が入るとやっぱ厚みも増すしね、うん、まあいいかなっていうふうに思う。はい、ただ1、2番がやっぱり日替わりだよね。うん、まあ、昨年去年桑原が頑張って1番をこう全うしたんだけどさ、はい、そういうことができない現状がある、うん、そしたらこうコロ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 日替わりで 1、2番というのを変えてるけど、うん、やっぱ固定した方がいいよね。上位打線はある程度固定した方がいい、うんうん、というふうに思うよね。もうそうするとこう決めて状態がどうであれしばらくまあ、我慢も必要だけどさ、うん、やっぱチームの状態が悪いだけに我慢しきれないんだよね、うん、なるほど、うん、待てないんだよね、うんうん、だからまあ一番はやっぱ桑原が復活するっていうことが一番なんだけど、はい、やっぱそれを待たれるよね、うん、はいはい、で阪神、はい、一方阪神は固定に入ってきてるんだよ、うん、で一番近本中野、はい、ね、で大山が4番とか、うん、まあ、そういう固定になってきてるんだけども、やっぱこう中野がいいね、うん、近本もいいし、ね、うん、中門が2打席連続、うん、あ1試合2本か、はい、でホームランを打つし、はい、で昨日は佐藤が2本のホームランを打つしって、うん、
打線もつながりを持ってきてるんだよね、はい、で伊藤糸原っていうのもいいし、うん、まあ、近本中野もいいし、うん、佐藤がいいし、じゃあどこどずっとつながるじゃんみたいな、うん、まあ、そんな打線になってきてるし、はい、でやっぱ青柳は大したもんだね、うん、あの大野と投げ合って不運はあったけど、うん、はい、まあ、しっかりやっぱこうね相手が違ったら勝ってくるというね、うん、いうこともあるし、ウィルカーソンもやっぱこう安定したピッチングを見せるよね、うん、だからそういう意味ではこれから本当にこう阪神は上がってきそうな感じがするよ、うん、もう今は状態がすごくいいということですよね。状態がいい状態がいい、うん、ただ甲子園で勝たないとね。そうですね、うん、関東に強いんだよ、はい、でまして横浜に強いんだよ。それなんでかわかる？なんですか？球場がね狭いから、あのなんかすごくね楽に打てる、うん、だからもう本当にあの一時期お得意さんにしてたような、うん、まあチームだし横浜スタジアムが大好きだっていう、はい、だからこれを本物にするには、まあ、他の球場行った時に打てるかどうかだよね、うん、はい、で負の連鎖から抜け出せ、はい、ね、負の連鎖から抜け出せっていうのはもう DeNA、はい、やっぱこう 1,2 番打順もコロコロ変わるしさ、うん、やっぱ勝ちゲームでも、あ、負けゲームでも、うん、勝ちゲームのゲームあのピッチャーを使うしさ、うん、だからそういうことをしてるとやっぱこうどん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 悪循環が始まるよっていう、まあ、そんな感じがしてならないんだよね。なんかこうもともと何だったんだろうみたいな、いや、そうそうそう、ことになってしまいますよね、うん、だからチームの形を失うと、うん、もう本当どういうふうにやっていいかわからなくなってくるから、早くやっぱもう一回あの自分が信じるような形に、まあ、大輔がね、三浦大輔が監督が戻した方が俺はいいと思うよ、うん、そこである程度の俺は我慢は必要だと思うんだよね、うん、じゃないと負の連鎖から抜け出せない、これは、うん、そうそう、だからその中継ぎでも1番手が誰なのか2番手が誰なのかってのやっぱこうチームによってもこう変わるのは分かるけども、うん、やっぱある程度の形は作ってやらないと、うん、選手たちがもうどうやっていいか分からなくなるよね、うん、だからそういう意味では負の連鎖から抜け出すには、うん、やっぱある程度の固定が必要かなっていうふうに思うよね。はい、はい、というセリーグでした。はい、続きましてパ・リーグ。はい、パ・リーグです。ね、こちらは、はい、これは全てホームチームが勝ち越したということで、そうそうそう、日本ハム3勝、はい、西武2勝1敗、はい、オリックスが2勝1敗ということでした、はい、面白くなってきたよ、ね、はい、これなぜかというと3勝、ソフトバンクと楽天が負けてるっていう、ね、そうですね、ね、だからそういう意味では非常に面白くなってきてる、はい、で日本ハムは伊藤大海、上沢、杉浦が投げたんだよね、うん、やっぱね伊藤大海がハマる、うん、で上沢がしっかり投げる、はい、杉浦が自分の本来の力を出す、そしたらね相手のバッターたちはやっぱなかなか打てないよ、うん、だからこうエース級3枚を揃えて投げたら3勝したみたいな、はい、その中で、まあ万波とかね、うん、今川、うん、万波が打点を上げ、今川が2打点上げみたいな、うん、初戦と2戦目はね、はい、で3戦目は浅間、万波が打点を上げるとかさ、でなんていうのかな、3戦目の戦い方なんていうのは、うん、もうキャッチャー甲斐をなんか小馬鹿にしたような感じで走ったねうん、ダブルスチール2回やったからね、1・3塁と1・2塁で、はい、でまあそういう奇想天外なこともやり、うん、まあ、スクイズもやりみたいな、うん、もうやりたい放題やったらそれが全部ハマっていったというさ、うん、だから非常にやりにくいチームになってきてるよ、なるほど、日本ハムはいろいろと奇策はね今までもありましたが、あったあった、それがなかなかこう結果にとか実を結ぶことが少なくて、そうそうそう、っていうのはやっぱこうチームの歯車というか状態というか、まあ、こう噛み合ってきたとかいうのもありますか、うん、まあ、まあ、もちろんあるよね、うん、だからそれはまあ狂う時もあるし、うん、がっちり会う時もあるけども、だんだん合い出してきてるという、こう前カード、あの前回のカード終わった時に新庄監督がちょっとこうなんていうのかな、エンジンがかかるというか、ね、そう、カツ入れるというか、うん、もうバット振らなければこんなのはみたいな、お、なんかちょっと、まあそうだね、なんか今までとはちょっと違う雰囲気なのかなっていうのが、スーッと今回3連勝なので、まあ、そうだね、だから今までは選手を守るようなポジティブなコメントばっかりを残してきたんだけど、うん、はい、
あそこの打席に入ってバット振らないようじゃ何も起きないよって、うん、まあ名指しに近いような形で叱咤したけども、はい、だけどそういう気持ちが入るというかね、うんうん、だからビッグボスも黙っちゃいないよみたいな、はい、まあ、そういう雰囲気があって、ただ雰囲気楽しそうだね、やっててね選手たちもね、はい、はいはい、はい、で一方負けたソフトバンク、うん、千賀大関石川が投げたんだよ、はい、千賀で落とすきついし、うんね、大関っていうのはこの前好投してる、はい、ね、石川は今年絶好調っていうね、うん、そういうピッチャーが投げたんだけどさ、はい、やっぱ打線がね、うん、初戦に4安打、はい、2戦目6安打、はい、3戦目7安打と、まあ、非常に打線のつながりを欠いてるんだよ。でさっきも言ったように日本ハムの戦い方に翻弄されてきてる、うん、例えば、まあ、さっきも言ったダブルスチールを、はい、本当だったら1・3塁でね、サインはピッチャー返しっていうのがあって、うん、セカンドに投げるふりをしてピッチャーに返すんだったんだよ。うん、でもそれは石川が分かってないんだよ。うん、だから避けたんだよ。はい、あの相当回も石川に投げるために反らして投げてるんだけどさ、はい、それを避けるんだよね石川が、はい、だからそこら辺のそのサインの徹底ぶりっていうのが悪いし、それはもうあれですか、その時にサインがきちっと出てるから、うん、あのピッチャーもそれを見て、うん、ちゃんと取って取らなきゃいけないんだよ、ことなんですよね。そうそう、でもそれをスルーしてるからさ、もう内野手も慌てちゃって、うん、ダブルスチールが成功するとかさ、うん、だからもうそういうことでちょっとなんか日本ハム戦、まあ、3勝されたけど3連敗したけど、はい、ちょっとバタついてるね。うん、たださすがにやっぱこうエース級3枚揃えられたら、うん、まあ、ソフトバンクの打線も、まあ、沈黙したというね、はい、まあ、そういう試合だったね、はい、で西武、はい、高橋光南、うん、ね、さすがです。はい、やっぱきっちりやっぱエースの働きをしてくれた、はい、まあ、きっちり抑えて、まあ、その中で、うん、まあ、源田不在っていうのが非常に不安視されたんだけども、はい、滝沢っていう若い子が出てきたんだよね、うんうん、まあ、非常にセンスもあるしさ、小柄なんだけど、はいはい、ものすごくセンスがあるし、はい、まあ、いい働きをしてるよね。うん、うん、で中村おかわり君、やっぱり1本この前に出て、うん、やっぱポンポンとホームランを打って、うん、勝利に貢献するようになってきてるよね。まあ、山川がちょっと止まったけどホームランは、はい、まあ、でもこうヒットは出てるしね、うん、まあ、調子はそんなに崩してないと思うけど、好調すぎたっていうところもありましたね。ただ山川がホームラン打ってどすこい見ないとさ、なんだろう、勝った感じがしないんだよね西武はね。そうですね、うん、だからまあ山川がまた打ち出すと、うん、まあ、華やかに勝ってくるかなっていうような、うん、まあ、そんな感じもするしね、はい、うん、まあ、非常にあの滝沢っていう子が、はい、あのショートに出てきたっていうのは、はい、すごく西武にとっては大きいよね、うん、そうそうね。ただ、まあ、西武でやっぱり一番が固定されないっていうのが、うん、まだまだ辛いかなっていうね。うん、まあ、滝沢も下位の方からスタートしたんだけど、まあ、2番に入ったりとかしてね、うん、まあ、これからの選手だろうけども、はい、まあ、頑張ってほしいよね。だからまあそういうのが見つけられた3連戦、うん、だから非常に首位の楽天に勝ち越したというのは、はい、非常に乗っていける材料を作ったということだよね、うん、で一方楽天、はい、連勝の反動が来てる、うん、疲れだね。なるほど、やっぱね、負けるって負けたら疲れるよなって言うけど、勝つ方はまた連勝11連勝とかする方が疲れるよね。緊張感が解けないから、なんか精神的には負けてる方がこう、うん、ダメージがありそうな感じですけど、うん、意外にそうではない。やっぱね、無理するから、うん、やっぱ負けれないとか、うん、まあ、そういう気も使うだろうし、はい、まあ、その中でやっぱ中継ぎ陣が今まで安定してたのが、うん、まあ、ブセニッツだとか、はい、安楽が打たれ出した、はい、やっぱこれはね、多分疲れだと思うよ、うん、ただ3戦目にはこうきっちり勝つという、はい、則本で勝ったという、で松井も抑えてっていう、はい、まあ、勝ちパターンで勝ったんだけど、はい、やっぱこの中で早川が勝てなかったんだよね、ひっくり返されて、はい、やっぱああいうピッチャーは勝たしていっとかないと、うん、ただ則本で止める、はい、マー君がいる、岸がいる、うん、涌井がいるみたいな、誰か止めてくれるよね、なんかね、うん、うん、だからまあ則本が止めたというのは非常にやっぱりエースとしてね、うん、いい働きをするなって、心強いなっていうのを思ったのと、はい、浅村が
1、2戦やっぱノーヒットだった、状態が悪かった。で西川はなんかこう1本出したりとかさ、はい、かろうじてやってたんだけど、うん、3戦目にやっぱり2本浅村が打って、うん、やっぱこう打線をつないだよね、うん、だからそういう意味ではやっぱ浅村と西川、打線ではね、うん、で楽天は誰かが止めてくれる今年は、うん、だからまあ連敗はしたけど、はい、これは疲れによるものだっていうことと、うんうん、やっぱ開幕してから連敗がなくて、うん、でもロッテかなんかに連敗したでしょ。そうですね、うん、でそのまあちょっと反動というか緊張感というか、うんうん、それに伴って疲れがそっと出て、うん、まあここも負け越したけど、はい、まあ心配することはないかなっていうような感じがするよね。はい、はい、でオリックス、はい、オリックスは山本と宮城が帰ってきました、はい、両方とも勝ち投手、はい、山本は再三ピンチを作りながら、うん、やっぱ最後の一本はやっぱか彼は打たせないね、うん、だからそういう意味ではすごくやっぱ頼もしい人間が帰ってきたし、うん、まあ、この3年生の中で打者で言えば杉本が帰ってきた、はい、うん、よしと思ったら一本もヒット打ってないんだよね、うん、まあフォアボールとかいろいろあって、はい、まあ、つなぎはしたんだけどさ、はい、まあ、だけどあのなんていうのかな、やっぱ杉本はやっぱこうホームランでも打ってくれないと雰囲気変わらないしね、うんうん、でチャンスは作るんだけどさ、うん、あと一歩が出ないとかなんかこう、まあ、もたもたしてるけど、うん、まあ、だけど山本とあの宮城が帰ってきたっていうのは、はい、まあ、この3年生の中では朗報だし、うん、収穫ですかね、収穫だよね、うん、この2勝っていうのも山本と宮城だから、はい、ただ宮城は5失点というふうに、うん、あまり良くないね今年ね、うん、まあ、山本もそんなには良くないけど、うん、でもなんとかギリギリ頑張ってるというね、はい、ただ宮城も勝ち運は持ってるという、うん、ね、だからまあこれからだろうね、あとは吉田が帰ってこないとさ、はい、やっぱ打線にはならないね、なかなかね、うん、そして杉本選手のね早く早くホームランもねそうですね、あそこもやっぱこうシーズン始まってからずっと悪いからね、そうですね、いつかこう抜ける時を待ちたいですね、そうそう、まあ、待つしかないよね、はい、はい、でロッテ、はい、ロッテはねちょっとイライラしてるな、ちょっとそのようなことが、うん、あの起こってますね、そう、まあ、全体的に打てないっていうこともある、うん、で自分たちがやろうとしてることができない、うん、でやろうとしてることが正しくなかったっていうようなことで、うん、まあ、正しくなかったっていうのは、まあ、例えばボールというふうにバッターが判断して、はい、これがストライクになったりだとか、はい、まあ、エチアバエリアの時にあったんだけどね、はい、で9回2アウト1、2塁、はい、で、ピッチャー、1-0の試合、ね、はい、で、ピッチャー平野、うん、で、フルカウントからエチェバリアが見逃したら、うん、まあ俺も映像で見たらちょっと若干低いかなとは思ったけど、はい、まあ、それがストライクに取られる、うん、で、まあ井口監督も横から見てるから高さは分かったと思うから、うん、ちょっと低いとか、まあそういうことで、まあ抗議はした、はい、でもそういうストライクボールで抗議はできないんだよね、それを分かっていながらなぜやったかというと、うん、やっぱりエチェバリアをかばってやりたかったんだよね、うん、選手を、うん、まあ、そのためにこういろいろ言ったんだけどもさ、はい、でもそれが退場になる、はい、もうあのエチェバリア選手も、うん、判定の瞬間からもう怒り爆発してますから、まあ、怒り爆発だよ、はい、もうあの様子だともうでも投げた平野もああと思ったと思う、いや思ったでもラッキーと思ったと思うんですね、そうですね、うん、まあ、オリックスのベンチはそんな感じでしたね、まあ、そうだね、まあ、ベンチから見てたら高さは分かるからさ、はい、ああと思ったと思うよ、まあ、そのぐらいのボールだったんだけどね、次、うん、の日はレアードがストライクボールの判定に不服で、うん、まあ、なんか言ったら白井球審に退場を食らったというなんかねもうねロッテ戦に白井球審はつけない方がいいかもわからないよなんかそういう風な目で見ちゃうもん。なんかうん、前回のね佐々木投手の時から何かしらストライクボールの判定であるよな。ありますね。うん、だからまあそういうことも引きずってるから、うん、あまりなんかこうねそこら辺のそんなローテーションは多少変えた方がいいかもわからないね。うん、だからこれまあまたなんか問題になりそうだもん。だからどっちが悪いっていうんじゃなくてさ、そうですよね、やっぱこうなんかもう相性みたいなのが悪いから、はいはい、でなんかちょっと変にもうこんなに続くと意識しちゃったりする部分も、そう、横目で見ちゃうもんね、ありますよね、なんかね、うん、だからそういう意味ではちょっと変えちゃった方がいいのかなっていうのがあるね、う
一勝したっていうのは、はい、佐々木朗希がね、うん、しっかり投げて、まあ、勝ち投手になったという、はい、ね、この前あの勝ち投手の権利を持って降りて消されてるから、うん、まあ、そういう意味では佐々木朗希が勝って、まあ、良かったなっていうふうには思うけどね、はいはい、まあ、ロッテはあまりイライラしないように日本ハムとのゲーム差が1ゲームになってるから、はい、これはねケツに火がついてるよ本当に。まあイライラする気持ちもすごく分かりますけど、だって優勝狙ってのスタートだから ね、 そうですよね。こっちは優勝新庄監督はいやできないでしょうみたいな、しない宣言してますからね。そうそうそう、うん、そういうのにまあイライラするだろうなとは思うけどね、うん、まあ頑張ってほしい、はい、で旋風を巻き起こす、巻き起こす、ね、来てるのはね、まあ日本ハム、はい、だ非常に戦い方も作戦もこうピシピシ当たってきてるんだよね、うん、ということは選手がそれを理解して表現できるようになってきた、うん、ということは各チーム奇想天外な野球をやられるよということ、そうやられると足元すくうとこれ旋風が起きるからねこれ、うん、ね、うん、その奇想天外野球に対策っていう風にしてくるってことは、対策は、うん、ビッグボスの性格を見るということだよね。うん、でここで何をしてくるかっていうのを想像しておくということ、準備をして、それができないから奇想天外なんだけどさ、ね、まあだけどあのビッグボスの頭の中に守りはないから、うん、常に攻めだから、なるほど、うん、だからそれだけは分かっといた方がいいと思う、うん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 、絶対引かないから、そこを急に守ったりすることがある奇想天外さもありますかね。絶対ない、うんうんうん、彼は守りなんていうのは頭にないから、うん、なるほど、うん、だから攻めるしかないから、そこがじゃあ一つポイントになる、ポイントになると思う、ね、これからね、うんうん、はい、まあまあでもセ・リーグもパ・リーグもなんかちょっと縮まってきてるよね。そうですね、上と下が ね、あだからこれからもっともっと、うん、まあ面白くなると思います。はい、ね、まあ、この3連戦はすごく、まあ、雨で中止になったところもあるけども、はい、非常にね楽しい3連戦でした。これからはちょっとねあの梅雨なんかも入ってくると、そういったところのコンディションとかもあるので、そうだね、またいろいろありますかね。はい、はいはい。